どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんからタレコミがありました。コネクト1というゲームをやっていこうと思います。あ、書いてあるね。まあ現金を獲得できる唯一のアプリですと。よし、ちょっと名前とメールとサインアップ、なんかちゃんとしたやつだとね、なんかそのメールアドレスの方になんか確認メール来たりとか、なんかそこになんか暗証番号みたいな書いてあってみたいな、なんかそんなのがありがちなのだが、まあこの後の可能性もあるな。これとりあえず打ち込んで続行をしたらなんかそういう類の可能性はある。さあ、どうでしょうか。あ、いけましたねまずはチケットを集めろと。はい、で、チケットが賞金の抽選に応募で、広告収入を賞金として分配。それだけです。クールですが、当社ではこう呼んでいます。無料で獲得。いや、一般、世間一般もそう呼ぶと思うけど、お前の会社だけが特殊だと思うな。無料で獲得は至って普通だ。まあ、はいはいはい、まあ一筆書きしろってことですね。はい、まあじゃあとりあえず、じゃあゲームを始まったところでね、本当にお金がもらえるのかちょっと検証をやっていこうと思います。これが応募って書いてあるんだよな。なんか換金の感じ。あ、でもこれで3000ドル、抽選で当たれば3000ドルってことだね、とりあえず。でまだチュートリアルステージだからか、ステージは激簡単ですね。とりあえず、はいはいはい、ちょっと操作にちょっとまだ慣れないですけど、とりあえず OK ですと。ああで今45チケットもらえましたってことか。はははは、大体把握。失敗したね。名前が本名でがっつり出るっていうね、ずーっとね。で、このゲーム、ガチやべえゲームだということが判明しました。ちょっと待ってね。とりあえず、一筆書きが気持ち難しくなっとるのよ。まあまあまあ、これでクリアですね。とりあえずクリアするでしょ。で、2ステージに1回広告が流れるんです。まあ、マイステージじゃないだけありがたいなっていうのはちょっとあったんですけど、これわかりますかね？普通の、今までのね、お金もらえるゲームの相場って、何かしらを補充するとかね、なんかアイテムがもらえるとかだったら、30秒広告なんですけど、このゲームね、大体30秒広告なんですよ。いや、普通ステージの狭間で出る広告が5秒じゃねえパターンのゲーム、これ初めてなんですよね。ちょっとね、えぐたらしいですね。で、30秒今広告見たでしょ。で、これちょっとだけやるでしょ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えますんで。これでいけるな。はいはいはい。でもまあ10秒ぐらいでクリアするんですよ。10秒ぐらいでクリアするかける2やるでしょ。そしたらまた30秒広告が襲いかかってくるから、実質ゲームやってる時間より広告見てる時間の方が長いんすよね。これマジでなかなかぶっ壊れてますよ、これ。っていう感じですね。ちょっと先行き不安。もう見たよ、なんでちょっとサイズ感あんだよ。はい、まあね、ただこのゲームが言うには、その広告をね、僕たちが見た分の収益を抽選でね、当たった人に配るっていうようなことを言ってたんで、まあまあまあ、こんぐらい広告が多くてもまあ本当なのかなっていう感じにはなっちゃいますね。で、今までのこの中国がやってるアプリじゃなくて、これアメリカっぽいんで、もしかすると本当の可能性が今、スタートミスだ。ちょっと今ね、あるんじゃないかなっていう感じは正直しとりますわ。なので、ちょっとこう、今回はね、ちょっと初めて、本当にどうせもらえねえだろうの感じじゃなく、もしかしたらもらえるんじゃないかっていうことで、若干の期待はある。プレイアブル広告ですね。つうかさ、なんかお金もらえるゲームやってると、お金もらえるゲームの広告ばっかりになるんですよね。このゲーム唯一じゃなかったのかよ。ここから一心不乱に一筆書きをずっと続けていきました。ただ広告がマジで多い。2つクリアするごとに広告。で、30秒広告の比率がやたら多い。5秒の時もあるんですけどね。30秒の時の方が多いっていうね。いつもクソゲーをレベル100までやってるけど、これだいぶ時間かかりました。
はい、これで次がレベル50です。なんか50刻みで書いてあったんで、でこの一筆書きもですね、2回通らんとダメだよとか一方通行だよとかなんかそんなのが出てきたんで、気持ち難しくなってきてます。ただ制限時間60秒あるんで、60秒以内にクリアすりゃいいんですけど、今のところまだ60秒タイムアップになったことはないです。これでなんか下手にわざとゲームオーバーになったらどうなるんやろうと思ってね、それをやったがためになんかコンボ途切れるとかも嫌なんで、とりあえず試してないですけど、うわーちょっと待ってこれ、300ステージあるね、全部で全300か、ってことは150公国民といかんってことやな。もうなんか同じような広告ばっかりやからさ、なんか広告も見て楽しくないんだよね。なんかクソゲーの広告とかならさ、なんか見てられるんですか。あと初めて広告なんだこれ、リングフィットみたいな、ミーフィット、ああダメだ、どうやらお金もらえるやつや英語で全くわからんけど多分お金もらえるやつだろこれ。ほらほらもう1万とかなんか書いてあるから、あーお金もらってるわ、お金もらうやつやわ。もうどうせもうこういうのばっかり、こういうのばっかり見せられんの。今ステージ71までクリアしたところなんですが、1位の人が、ステージ501までクリアしてるんですよね。全300ステージのゲームでどうやってっていうのはちょっとありますけどね。とりあえず今僕が2万4000位ぐらいつうことで、あ、ホーム画面あんのかぶっ通しでやってたからちょっと気づかんかった。あー、こういうのがあるんですね。過去の当選とか見れる。あー、なんかご陽気な、あははは、え、なに当たった人たち漏れなく顔さらしてんの。当たるとき、当たったら俺これさらさんといかんかな。あー、押したら拡大される。うわー、なに4万チケット使ってんだね。あーやばい、当たってる。いや、こいつ少ねえな、おい。奇跡の枚数で当たってんじゃねえか、こいつ。95枚。あーこいつもう万いってますもんね。あーでも2009、今の俺ぐらいや。1時間ぐらいしかゲームやってないの当たってる人、こいつは廃人やな。97万。いや、アルバイトせえその時間。多分36万以上稼げるぞ多分。いやー、なんかこれ見るとまあ本当なのかなーっていう感じはするけどな。下でいくらぐらいがあんのかな。2000ドル超えてもな、20万もらえるやつ。いやー、こいつはちょっとお前勝手に使われてない写真なんかそういう悲壮感が当たった感じがないんですけど。んで、あ、銀行、あ、なるほどね。だから抽選のカウントダウン12時間ってなってるけど、あー、これ勝手に抽選されちゃうけど、ここの銀行に預金しておけば勝手に抽選されねえよってことね。あ、だからさっきの人90何万とか貯まったってことか。はいはい。そして、これが、おお、ちょっと待って、何もしてないけどとりあえず5000枚チケットもらいましたね。おー、ラッキー。なんか知らんけどもらえた。あー、だから他のアプリやったりしたらもらえますよってことね。いや、ちょっと待って、なんか信憑性微妙にあるな、マジでもらえそうな気がしなくもないぞ。オッケー、なんか5000なんかもらったんで、とりあえずあの2000ぐらいで当たってる人もいたので、まあチケット2000チケットぐらい残して、ちょっとどんな風に抽選されるかとかもちょっと分かってないので、一旦ちょっと明日まで待ってね、この12時間後の抽選がどうなるかを見てみようと思います。ちょっと100までやろうと思ったけど結構まだ時間かかりそうだったんで、とりあえずまず1回様子見ます。確認がどうこうというかチケットが減ってないんですよね。おお、ちょ、来てる来てる来てる、あー、これだこれだ、急に来たー。あ、チケットが吸われていき、こんな感じで発表ね。おお、当選者は、あー、でもちょっと待って、これマジでいるんかな。日本人が誰一人当たってねえんだよな、とりあえず。まあただやってる人口が日本少ねえって言われたら、まあそれまでだもんな。まあとりあえずちょっと100までやりますわ。もうスタートが違ったんだな。はいはいはい、あ、これで OK ですわ。はい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 、ちょっと最後手間取りましたけれども、
レベル100クリア、チャレンジ150、ネクストボーネクストボーナスが150か、100ごとにボーナス、あ、結構増えた、なんか結構もらえましたね、1万超えましたね。それで100までクリアしたところで、チケットがだから全部で1万7000、あ、1万5000か、2000ちょい使ってるから、まあ、1万6000ぐらいゲットできますよってな感じですかね。朗報です、当選しないと確認できねえと思ったけど、1万チケットが 0.1 ドルに変えられることが判明しました。これがペイパルに振り込まれれば本当にお金を出すゲームだということが分かるわけですね。はい、ということで1万チケットちょっと 0.1 ドルに交換させていただきました。で、まだペイパルのアカウントとかは、うわーいいよお前、ちょずる、後出しでそれ言うなよ。10ドルが最低換金額ですってことでしょこれ。100万チケットいるな、1000円ゲットしようとしたら。いやー、これ10ドルだと相当にハードル高いですね。ちょっと一個ね、裏技として、その友達招待するともらえるんじゃないかと思ったけど、一人が 0.1 ドルを稼ぐたびに2500枚のチケットがもらえますよと、つまり 0.1 ドルを稼ぐ人が4人いてやっと僕 0.1 ドルゲットなんで、 0.1 ドル稼ぐのは僕2時間ぐらいかかってるから、その2時間やる人が、400人いたら1人が10ドルになるよっていう、だいぶ無茶なお話なんで、基本的にもらえないと思っててください。で、もしかしたらもらえるかもしれんけど、アルバイトをした方が絶対にいい。